瀬戸ソ連小学校は、愛知県瀬戸市道泉町76の位置にある私立小学校。運営法人は株式会社教育システム。神奈川県相模原市にある私立 LCA 国際小学校の提携校である。瀬戸市立本山中学校の跡地を利用して、2021年に開校した小学校である。元の構造を活かしながら内装工事やエアコン工事を行う。 最大の特徴は中庭に屋根をつけて新設したラーニングコモンズ。規制緩和により2003年に学校設置者として株式会社 NPO 法人が認められ一条校の学校を設立することが可能となった。株式会社形態には私学助成金や税制優遇措置がない。愛知県では4校目の私立小学校であるが運営法人が株式会社であるのは 初となる。2021年4月の開校時には1年生から3年生までの計200人を定員として募集したが、定員の19%に相当する38人が入学した。学費など年162万円かかる。瀬戸市が採用している教科書を使い、学習指導要領にのっ,とった教育を行う。各クラスには日本人と外国人の2人の担任がおり、 授業の40%は英語で行われる。公明のソ連は中、ランゲージ、ローカルエリアの意味が込められている。建築家の手塚隆春、手塚由衣が校舎の設計を手掛けた。神奈川県の LCA 国際小学校と提携し、英語カリキュラムや指導実績を共有。終始、博士号所持者、海外での指導経験。 著書執筆などのスタッフを揃える。1コマの授業時間は固定化せず、チャイムも鳴らさない。時間割も1年間固定せず、教科の知識、技能を確実に習得する習得型の授業は15分。しっかりと考える時間も加えた教科の学習は30分、または45分。活用型や探究型のように、課題解決を取り組んでいく授業は90分を予定。校長は、 横藤昌都氏。1955年北海道生まれ。1978年北海道教育大学教育学部卒業。道内の小学校教諭、教頭、校長として勤務。2016年から北海道教育大学学校臨床教授。副校長の三宅菊子氏は1956年鹿児島県生まれ。鹿児島大学教育学部卒業。 鹿児島の公立中学校、岡山県の公立小学校、養護学校教諭を経て、関西大学初等部6年主任。2016年3月に同校を退職。もう一人の副校長は、村岡明氏。株式会社ジャストシステムビジネス企画室出身。開発した、ジャストスマイルは、全国8割の小学校に導入されているという。 三村図書の国語と生活科の教科書を編集。法人ビジネス企画部長時代、定型的なケースを場合分けして知識を教える従来型の教育ではなく、子供たちが自分で判断できる力を育てたいと話している。なし、ありがとうございます。